私の名前は水木。出産したばかりの兼業主婦で、今は育休中。出産後は体調がボロボロだったんだけど、だんだんと元気になってきたよ。今日は特に気力が充実している日だったから、いつかまた旅行に行きたいと思って、いろいろ調べていたんだよね。そうしたら、とある人から連絡が来たんだ。私がお世話になっていた女性の旦那さんを、略奪した人だよ。水木さん、こんにちは。私今日入籍したよ。これから二人で海外に旅立って、二人だけの結婚式します。世界で一番幸せになるね。あの、ひとみさん？そんな報告を私にして、一体何がしたいの？だって私、のりこから嫌われてるんだもん。水木さん、のりこに伝えてあげてよ。あんたの元旦那と親友が、これから世界一幸せになるよって。そこまで嫌がらせして、楽しい。離婚した時、のりこさんはボロボロ状態だったじゃん。大好きな彼と結婚して、たった半年で離婚して、少しふっくらしてたのりこさんが激痩せしちゃってさ、ひとみさんだって見たでしょ？あんな鳥柄みたいな体型になっちゃったから、彼に愛されないんじゃないの？彼は、私みたいなダイナマイトボディが好きなんだよ。無理やり略奪したんでしょ？だいたい、のりこさんとひとみさんって長い付き合いなんだよね。そうだね。だいたい15年以上の付き合いかな。うちら同じ高校で同じ吹奏楽部だったの。私がサックスで、のりこがフルートね。そんな長い付き合いの友人でしょ。なのに旦那さんを奪うとか意味がわからないんだけど。だってさ、有名な一族の御曹司だよ。そりゃ、私は平凡な家庭の出身で、のりこはそれなりのお嬢様な家庭の人間だけどさ。でもね、魅力があれば男を奪えるって気づいたの？ホームパーティーに呼ばれた時に絶対に欲しいって思ったんだよね。あのツヤツヤした肌にサラサラの髪。ほら、私のりこが結婚式をした時は入院してて見れなかったからさ。初めて見た彼に一目惚れしちゃったんだよね。そうしたら、もう行くしかないっしょ。意味がわからない。ま、水木さんにはわからないだろうね。そういえば、水木さんって旅行が好きなんでしょ？ごめんね。嫉妬させちゃうかな。海外旅行楽しんでくるからさ。じゃあねー。胸くそ悪い人だな。っていうのが感想だよ。のりこさんって人は、昔同じ職場で働いていた人なんだよね。部署は違ったんだけど、こっちのことをよく気にかけてくれて、すごく優しい人なんだ。そんなのりこさんから旦那さんを奪っておいてこの態度。本当に、ひとみさんはありえないよ。神様もそう思ってたのかな。旅行中、ひとみさんには数々の不幸が襲いかかっていったんだ。のりこ、やっほー。ひとみ、あ、ブロックするの忘れてた。お願い、もう私には関わらないで。御曹司の旦那奪われて辛そう。ごめんね、私の方が美人で。今海外にいるの。二人で海外満喫してくるよ。あの人と海外、ありえない。ひとみ、ちゃんとお祓いとかに行ったの？そっか、まだ入籍してないのか。いや、入籍してるけど。入籍した状態で海外旅行。ごめんね、ひとみ。すべて押し付けて逃げちゃってごめん。私、ダメだったの。前の奥さんと一緒。自分なら大丈夫って思って結婚したけど、ダメだったの。ちゃんとひとみには話しておくべきだった。確かに瞳は嫌なところがあるけどさ、それでも私たちは長い付き合いなんだもの。ちゃんとあなたを守ってあげるべきだった。ごめんね。いや、何言ってんの？あんた病気？やだ、鳥の糞がバッグに、髪の毛にもついてる。最悪なんだけど。始まった。え？何が？やだ。今さっき買ったパン食べてたんだけど、中にゴミ入ってる。しかも中身が生焼けなんだけど、パンでこんなことってある？ひとみ、悪いことは言わないから逃げて。逃げて？なんで逃げなきゃいけないのよ。ギャー！危なかった。今車に引かれるところだったんだけど、やっぱり日本と違って交通マナーが悪いのよね。彼は？え？今、夫を避けるような感じで車がこっちに突撃してきて、間一髪で避けたけど。あのね、ひとみ、落ち着いて聞いて。何よ。私はね、彼にとって5番目の妻だったの。は？
はあ？そんなの聞いてないんだけど。彼と結婚する女性はみんな不幸になって離婚するの。でも次から次へと新しい女性が現れるんだよ。彼素敵な人でしょ？なんか不思議なオーラがあるよね。だからみんな分かってても結婚するんだよ。私みたいに。言ってる意味がよくわからないんだけど。私と彼が出会った時、彼にはすでに奥さんがいたの。あんた浮気してたってこと？違う違う。その時にはもう前の奥さんはボロボロだったんだよ。で、奥さんと円満解決っていうのかな、話し合って離婚してからお付き合いを始めて、それからすぐに入籍したんだけど、もうおかしいの。不幸な出来事ばかり起きて頭がおかしくなりそう。彼、お母さんがいないでしょ？いないけど。それも同じ理由なんだって。あの家の男性は妻の運気を吸い取っちゃうんだよ。だからあんな大きな会社を作ることができたの。やだ、あんた中二病？そんなの信じてるの？やだ、今スマホを取られそうになったんだけど。あれ、バッグにつけてたチャームがない。嘘でしょ？ここは治安のいい場所だから大丈夫だと思ってたのに。ああ、また鳥の糞が。今度はスマホに。とりあえず瞳、落ち着いて。彼のそばにいる時が一番やばいの。とりあえず距離を取ってホテルに戻るなりして。いやよ。え？ああ、痛い痛い。瞳、ちょっとゾワッとしちゃった。私もノリコさんからこの話を聞いた時は半信半疑だったんだけどさ、ノリコさんの前に結婚した女性たちみんな不幸になってるんだよね。しかも不幸の内容っていうのもさ、なんか運が悪いよねって感じの内容ばかり。さすがにこれは信じちゃうかなって感じだったんだ。ひとみさんの場合はどうなるんだろうって気になってたんだけど、同じように不幸が襲いかかってしまったみたいだね。海外旅行の最中によろけた人に押されて階段から落ちちゃったんだって。それから日本に戻ってきても不幸なことばかりが続いてるんだよ。なんで、せっかくいい病院の個室に入院させてもらったのに、謎の水漏れがあって4人部屋に入ることになっちゃって。そうしたらさ、他の人たち全員のいびきがひどくて眠れないし、トイレに行こうと思ったら工事中です。その、何、私の周りに何が起きてるの？すごく疑問なんだけどさ、ひとみさんの旦那さんはなんて言ってるの？まあ当事者なわけだしさ、自分と結婚した女性が次々に不幸になるのは分かってるわけでしょ。旦那さんは信じてないのかな？それが、僕に幸せをくれてありがとうね。君と結婚してから僕はラッキーなことばかり。仕事も順調だよって。うわ、ズワッとした。完全に分かってるんだね。私怒ったの。でも、お小遣いを月に50万もあげるし、いい病院にも入院させてあげたんだから我慢してよって。50万もらっても、体がボロボロになるなら意味ないじゃん。天井のシミが顔に見える。ますます眠れない。みずきとのりこのライン。のりこさん、体調は大丈夫ですか？みずきちゃん、ありがとうね。もう離婚してから不幸な出来事は起こってないの。それはよかった。一応慰謝料ももらえたし、きっと他の人からしたら私の方がラッキーに見えるんだろうね。でもすごく怖かったよ。理由もわからず毎日不幸なことばかり起こるんだもの。電車なんか怖くて乗れなかったし、のりこさんが解放されてよかったです。でもね、私、ひとみにひどいことしちゃった。ひとみがあの人にアプローチをかけてきた時にさ、本能的にわかってたんだ。ああ、次に不幸になるのはひとみなんだろうなって。その時にひとみを守ろうとかも考えないで、これで解放されるって思っちゃったの。のりこさんと元奥さんの時とは状況が違いますよね。ひとみさんの場合は最初から略奪するって感じだったし、正直言ってひとみさんの性格が悪すぎると思いますよ。だからそこまで気にしなくていいんじゃないですか。今はのりこさんの体調が完全に戻ることを考えましょう。うん、ありがとうね。さて、その後なんだけど、退院したひとみさんにはまた不幸が襲いかかり再入院。退院したらまた入院。こんなことが続き、ついに離婚をすることになったんだよ。なんでも看護助手さんが旦那さんに色目を使ってアプローチをかけてきてるんだってさ。今までは離婚したいと言っても聞いてもらえなかったらしいんだけど、この看護助手さんの登場でついに離婚を認めてもらえたんだって。
こうして慰謝料をもらって離婚したんだけど。もう私の体はボロボロよ。人の旦那を奪うようなことをしたからこうなったんだわ。もう二度としない。それがいいと思うよ。今回は特殊なパターンだったとは思うけどね。結局人のものを奪うってことは恨みを買うってわけだし。でも離婚して不幸な出来事がピタッと止まったの。なんだけど私から離れていった人たちは戻ってきてくれないの。そりゃそうでしょう。ひとみさんの性格が悪いのと謎の不幸とはまた別の話だし。じゃあ、その後、まあのりこさんとひとみさんだったら元々の性格が違うからね。離婚した後の周りの対応も違って当然だよ。のりこさんの場合はみんなが支えているけど、ひとみさんの場合は誰もいないからね。慰謝料はそれなりにもらったみたいだけどさ、こういう時にそばにいてくれる人がいないっていうのはしんどいだろうね。ちなみにあの男性はやみこさんという女性と再婚したよ。やみこさんも不幸になるのかなと思ってたんだけど、なぜか男性の経営する会社が傾きまくっているらしく、逆にやみこさんは幸せそうで顔がツヤツヤになってるんだって。こりゃやみこさんの方が強かったかな。あー恐ろしい。考えないようにしよっと。うちの猫ニャニャ丸でも吸って幸せになろう。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。